25歳のマシャード・デ・アシス記念ギッテ・ジョア・キン・マリア。マシャード・デ・アシスは、ブラジルの小説家、詩人、短編作家である。マシャード・デ・アシスの彫像を1839年に、ブラジル帝国の首都リオデジャネーロで生まれる。彼の父親、フランシスコ・ジョゼ・デ・アシスは、ムラートの画家で、母親のマリア・レオポルディーナ・デ・アシスは、アソーレス諸島出身だった。彼は、 ブラジル文学で最も重要な作家として認められているが、生前は有名にならなかった。彼の母語は、ブラジル・ポルトガル語だったが、初等教育を終えただけのみでありながらも、教会で習ったラテン語に加えて、英語やフランス語を独学で学び、ウィリアム・シェイクスピア、ディケンズ、ダンテ、ソフォークレス、セルバンテス、ショーペンハワーなどから影響を受けた。 フランス文学の影響が強かった当時のブラジルの作家としては例外的にアシスは英文学の影響を強く受けた。見習い印刷校から出発し新聞記者、編集者などを経て25歳で諸女集、サナギを出版した。1873年に農務省に入省して公務員となり安定した経済的基盤をもとに執筆活動を続けた。 1896年にブラジル文学アカデミーを設立し、初代会長となった。彼の代表作はブラスクーバス死後の改装や、1899年に発表されたドン・カズムーロである。ブラジルでは文学史上最大の文豪として高く評価されているほか、ブラジル国外でもアメリカ合衆国の批評家、スーザン・ソンタグや文学批評家、ハロルド・ブルーン。 作家のフィリップ・ロス、メキシコのカルロス・フエンテスなどから高く評価されている。1987年から発行されていた、急千クルザード紙幣に肖像が使用されていた。ありがとうございます。